うぃす。う、え、ぃ、ー、す。早いじゃねえか。もう158もいいんじゃねえかよ。おめ開始10秒だぞ、おめえ。おい。なあ。あっす。ああ。ケツの穴が閉じてきた。あと、俺意外と素直なとこあんだよ。ああ。あのよ。 お前らほら、クリチー買ってこいって言ってたろな、クリスピーチキン。また俺もよ、そういうとこはよ正直なんだよな。ファミマのよ、今日から販売の、クリチー。クリスピーチキン。いや、上着ぐらい羽織ってるよね。買ったよ、ノーマルと、 ハバネロ、どっちも買ってきたよ、ここに。あんだろうね。ほら。おら、だ、まあ、後でな、送ったらな、感想は言うけどよ。いや、言ってた。今日からだよね、つって俺、レジのあんちゃんに言ったら、あ,あそ、そうです、そうです、みたいな。どうって、売れてんのって言ったら、いや、今日やばいぐらい売れてますわ、って言ってたよ。で、みんなやっぱ新しいもの好きなんだな。ああ。 そうまあね。あ、ぐっちゃん、いつもありがとう。あいよー。とりあえず、まずタバコさしてくれよ。俺は酒はやめれるかもしんねえけど、酒はな、3日ぐらいだったら俺やめれるんだよ。4日目になると、こう、うずうずしてくんだけど、タバコはそんなにやめれねえな。ああ。 だから花粉症だから鼻詰まり声はしょうがねえだろっつってんだよ。父うるせえんだよ、この野郎。岡本この野郎。てめえなんか新人中の新人じゃねえかよ。あ、ほら。え俺んとこには俺んとこのサノルールってのあんだからよ。な、何日かお前ロムっとけよ、おめえ。この野郎。ん調子くれて入ってきてんじゃねえぞ、ほら。この野郎。 俺らおめよ、厳しいからなああ。よその配信だったらおめよ、NG なんか入れたらよ、人が減っちゃうから怖くて入れれないなんつって言ってんのによ。俺ら関係ねえから。来たもないか来なくていいんだよ、おめおい、こぞえ、この野郎。笛先輩は行方不明。そりゃそうだよ、俺のサングラスとか、かっぱらったんだ。泥棒だからな、あんなの。おい、返したのはいいけどよ。おい、泥棒、この野郎。早く出てこいよ。 出てきたらお前徹底的に言ったっからや。ああ。泥棒だぜ。うん。なんかよ、俺んちのポストによ、サングラス、返したんだけど、みたいな。泥棒だぜ。店からかっぱっていったんだからな。うん。ただ、ブレスは、 間違って持ってっちゃってるだけだからって、佐野さんすいませんでしたって、ちゃんと俺にも、そういう、誤りのな、ラインが来てたから、いいよって、気にしてねえよって。うん。そういうことですよ。そうそう、ブレスはね、いや、酔っ払ってて、じゃあ、腕にはめて、つけてみ、とか言って、俺が言ったんだよ。 俺の腕から外して、あ、それっすか、ブレスって言われたから、おーんっつって、お、おーんっつって外してつけてみっつって、もうそのままになってたの。ほんで、お疲れっつって会計して、じゃあねーつって、またねーつってで。そのまま本人忘れて行っちゃったんだよ。うん 何話してんのお前らバカが来てんのか今いやサングラスぐらいいいじゃねえかって自分が気に入って買ったもんだからようん13発やーナムルー決まったあユーガリスナーだなこの野郎あざっす いやーもうでもね今日はねもう話すことはだいぶ話しちゃったからうん。ねっ。おっといおりさんありがとうジャーバック決まったあざそのあと50発サンキュー決まったあざそのあと何発これあざっす。 連発祭り、雑す、決まった、雑す。ありがとうございます。あ、そうか。乾杯してねえんだよな。うん。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。ああ。ああ。やっぱり、氷入った方がいいな。 腹は冷えるけどよ。うん。すごいね、ケピ。茶枠、ありがとう。メロイエロー、懐かしい。決まった。アドース。マウンテンデューとかもあったよな。メロイエローもあったけど。なあ。松沢病院松沢病院は別に。 俺通り普通にいつもコメントしてくれてんでうんあネクターは俺あ俺甘ったるいのあんまり苦手だったあとあマウンテンデューも飲まなかったうん <laughs> 鉄骨飲料それはもうだいぶ後だよ、うん、あそうそう シャム、俺がドクターペッパー大好きなのよく知ってんじゃん。うん。アンバサー、ああ、うん。あったな。なんかいろんなのが当時出てたけどな。はよ食えよ、チキン。関係ねえだろ、うるせえなやろ、この野郎。てめえで買ってこいよ、バーガー。食いたかったら。ライフガードもあったな。うん。っていうかさ、俺ね、ガキ、あん。 ひとしありがとー。ハロちゃんありがとー。バード、決まったアダー。あらーす。よー俺よ、ガキの頃よ、あれが好きだったんだよ。クイッククエンチってあったの知ってるね俺の年代だったら知ってると思う。あ,あゲーターレードとな。あ,あ ガムの方はクイッククエンチ。で、俺、なんだろう、うスポーツドリンクは俺、ゲーターレード派だったから。ポカリとか絶対やんねえから。懐かしいだろう、おめえ。うん。エネルギーなんてまだなかった頃だから。俺の時代は。うん。あいや、パオーン。いつもありがとう。いらっしゃい。懐かしいだろう。うん。 先生みたいな名前。まあ、そう言われてみりゃそうだけどよ。ゲーターレイドとかな。うん、クイックエンチとかよ。うん。渋いなチョイスがって。そう、だから、マセ、マセガキだったんだよ、俺。ただ、親父は、俺のこと、小学生の時はぶん殴り倒したりしてたけど、中学に入ってから若干変わったよな。うん。野球、やり始め、 始めたのが小学校俺5年だから、遅咲きなのよ、俺は、意外と。野球上手くなったからか、おう、もう、お前は、まあ俺、友乗りっていうから、友、つって。お前一生懸命野球やってるだけでいいんだから、なっな、つって。で、イエスマンになってたんだ、俺。だってよ、うちの上で俺小学校のよ、 チーム入って、いつの間にかよ、そこのチームの、うちの親父コーチになってたからな。うん。マジで。アパッチっていう少年野球チームだったんだけどよ。おい、親父いつまで俺のケツくっついてくんだよと思ったろ。うん。いやもうね、もうたらし込められたよな。俺は。 おやさんに殴ろうた、もう、もろくそだよ、お前。うん。5年生から変わったな、俺、若干、5年、6年から。ああ、役中がコーチ、誰が役中なのかよくわかんないけど、うちの親父パクられたことなんか1回しかねえぜ。府中刑務所の中のね、ね乗り込んだ時だけだよ。 そうそう、うちの味一回テレビのニュースになってっから。黒覆面の黒装束って。あの、その時普通刑務所に親分さんが入ってたの。で、塀の外から届け物、付け届け持ってって、バカだから中でパクられてやがるの。<laughs> アホだんだよっ <laughs> よ。 親がコーチだと子供ってやり,にやりにきいよ。マジで。マジめんどくせえ。ほんと。で、シニアリーグに、リトルからシニアに俺行ったけど、そうなったらもう親父の出番はなくなったな。うん。子供のコーチぐらいは親父もできるんだろうけど、もう中学生レベルになったらやっぱ専門家じゃねえとできねえから。 うん。もうやっと解放されたよって思いながら、ふと、不景の集まってるところを見ると、まあ、まあ、いるんだよ。うん。もう、もう解説者になってたな。うちのじじいは。うん。マジで。 ほんでもみ、もうよ、あの、周りの親からもよ、さんさんとこの息子さん、どこの高校行くんですかとか。いやまだ決めてないんだけど、みたいなこと言ってよ、親父よ。もう決まってんだよ。うちの親父はもう決めてたから。いやー、一緒の高校行きたいんですね、なんて言われてよ。いい気になってたんで、バカだからよ。 絶対甲子園ですわって言われてたからな、俺。ああ。そのぐらい、あの、うちの親父は俺に入れ込んでたんだよ。俺の言うことだけ聞いてりゃ黙って甲子園だとか言ってよ。まあ、実際、久我山甲子園出たからな。ああ、親父の顔は結構当たるんだな、と思ったけど。まあ、俺辞めた俺だからな、もうしょねえけど。うん。 実を言うとね、俺個人的にはよ、飽きる台とかよ、パータロー学校行きたかったの。もうそこで、好き放題、お山の大将またやりたかったんだけど、正直、倉山入った瞬間、あ、お山の大将できねえやと思ったの。先輩後輩とかってこんなうるせえんだと思って、それでや,やるなと思って爆発したんだよ、俺が。提供提供なんかもう関係にガンチにねえから。 うん、当時提供弱かったから。うん、東海大菅生あたりは、これからだな、ここはって。あと3年後ぐらいには甲子園行くだろうなって思ったら見事に行ったべ。うん、いや、それは最上層とかお前上じゃねえかよ。あ、嫌だよ、あんなの。行きたかねえよ。俺の時代は鳥でに行こうとかよ。あの辺だから。木内が言ってたとこだろ で、上層行ったんじゃねえかよ。引き抜かれて。そうだろそうじゃねえ。関東ってレベル普通だろああ、高校野球で言えばな。だから優勝できねえんだよ。うん。結構脅したけどな、先輩のこと。俺。 高校の時、入って。お前らふざけんな、こんないやろ、つって。うん。<laughs> 参考も弱かった。うん。うん。先輩怖いと思うだろ学校にいる間はな。外出たらお前関係ねえから。うん。 うずいちゃってよ。あ、あ確かに、だから、最初いじめてきたよ。だから、やり返してやろうと思ったの。あんなんなビ,ビビって振りはやかったかな。てめえらこの野郎って。俺らよ、もうこの学校やめっからよ。つって。その代わり外だよ、てめえあったらよ。って何すか分かんねえからな。って覚悟してくれよ、この野郎。つって。俺立川駅でよ、東山とからよ、通ってるよ。 やつ一人見っけてよ、震え上がらせたからな。俺らこっち来いよ、この野郎つって。勘弁してください、だって。ああ。うるせえよ、この野郎つって。<laughs> あなる、見っけ。 俺がおめえよ、十六七の頃なんてイケイケに決まってんだろ、おめえよ。絶対聞かねえからな、俺ああ。マジで。ああ嘘じゃねえから。ああ言っとけ、てめえよって、久我山のおめえよ、野球部によって。てめえらちょろちょろすんな、この野郎。 見てたらやるがんなっつって言っとけやこんなやろ郎っつってだいぶ訓録入れてやったやその時からハゲてんのかいやいや別にハゲてねえようん ンナは売ってた方だから、うん、もっとマシな嘘つけよじゃあ嘘だっていう証拠出せよ悪魔の裁判やっちゃうコブノリんおい不登校になんかなってねえよ辞めるその日まで俺のうのうと学校行ってたわお前らよ な、久や山よ、な、俺ら一年はよ、朝の六時には、な、学校行ってねえとダメなんだよ。で、先輩に、先輩がな、登校してくるのを、下駄箱の前で待ってなきゃダメなんだよ。うバカだろ。何のルールだ、この野郎と思ったけどな、腹の中で思ってたけど。 ああ。だって7時からおめえ朝練があるんだもんね。俺ら6時で待ってて、7時で先輩たちが来るだろ。なあ。その1時間の間にグランド整備やんなきゃなんないんだよ。ああ。なん俺らもグランド整備やんなきゃなんないんだよって。ああ。 そうそう、先輩の言うことは絶対だみたいな時代だよ。暴力沙汰もやたらったしな。うん。そうよ。だから、俺はほら、シニアの時はよ、中学時代はよ、親山の大将だったけどよ、そっから一気にどん底に落とされてるわけ。使いっ走りかよ、俺よ。俺より野球下手な野郎が、なんだこの野郎。うん。 マジでそうなるよ賛成 <coughs> <coughs> なんて言わねえよ、うん、おはようございますもうだから目つけられてんの俺だからだってロッカーよ1年で入ったの俺ともう一人のピッチャーだけだね 二人だけなんだよ。百何人入部希望者いて。もう狙われるに決まってんだろ、お前。パンどころじゃねえよ、お前。全部やらされてたよ。俺が。もう一人になったら気荒れよ。気小せえからよ。いいから、俺がやるからいいよ。ああ。 いや、エースにはなれないよ。先輩がいるから。うん。なんだってサナ呼んでこいだから。もう2年の補欠がよ。サナ呼んでこいや。で、3年に、3年が2年に言うんだろ ?2 年は俺に言うんだから。で、2年が俺に指示出すときゃね、3年が、激ってっからよ。 俺最初、激ってるの意味が分かんなかったんだよ。激励してるだと思ったの。激怒してるの方だったんだよ。マジで。怒ってんだ、みたいな。おだってよ、俺よ、ピッチャーでマウンドに、その時3、4人いるわけじゃん。俺その中に1人入ってて、 ピッチャー頃の処理やって、ファーストに投げる球のスピードが速すぎるっつって怒られたんだよ。後で、呼び出されて、ロッカールームで、おバカかって言われたよ。そんなのもう因縁だよ、ほんと。 で、投げたら怒られんだから、ふわでいいんだよ、あんなのって言われたから。で、今度よ、翌日のよ、な、内野守備連携とかでよ、ふわって投げたら、まただよ、今度。てめえやる気ねえな、つって。もうよ、どっちやったってダメだぜ。ああマジで。 これをやったらんねえなと思ってよ。こんなバカしかいねえのかと、こいつらはって。こいつらダメな奴らなんだと思って。もう、だから、それってな、よくよく考えてみると、会社とか、組織のそう、構図がもう出来上がってると思わないな。社会に出ても。 もうそのまんまなんだよ。今の世の中見ると。いや、部活あるあるじゃない。社会あるあるだから、もう。完全に。そうだろういや、自分ら不条理なことってやられるだろだから、みんなはよ、辞めたくたって辞めれないんで、会社だって。それは生活があるからなんだよ。汚いんで我慢すんだみんなグらって我慢すんだそうだろう そうじゃねえのみんなよ。まあ、政治の世界もそうだろうな。<laughs> 間違いなく。河川敷行けよ。行かねえよ、河川敷なんかよ。フラッシュバックが起こるからよ。昔のな。 野球、だから俺は基本的にはあんまりい、ずーっと俺野球なんか見なかったな。だけど、甲子園だけは行きたかったなっていう、こう、の、あるから、タイガースの試合とか甲子園球場行くと、すげーなーって、こんなとこで高校生野球できたんだと思って、羨ましいなって。いや、後悔は若干あるよ。俺やめなきゃなーって。まあ、 補欠でもベンチに入れたんだろうなって思ってたから。うん。くそやろって思った。だって実際俺がお前入学した年にお前甲子園行ってんだよ夏の甲子園よ。久賀山。だから親父の、うちの親父の先見の妙はあったんだろうなって。うん。 久賀山行ったら間違いなく教えん出れっからって親父分析してたのかな、うん、マジで もうねマルコの話とかどうでもいいよ。あいつ俺のこと利用して配信者になっただけだろ。で、アンチがガチャ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 言うからケツまくっただけの話じゃねえかよ。だったら最初から金貸すとか余計なこと言ってんじゃねえよ。てめえよ。みっともねえな。言葉に出したんだったらやれやおめえよ。だろよ。マルコに俺15万なんか借りてねえよ。 どこに15万を俺借りたい証拠があんだよ。あいつがたまたま置いてっただけじゃねえか、うちの店で飲んで。いい格好つけたいだけに。知らねえよ。今更返せとか、だから汚ねえ野郎なんだよ、あいつは。うん。汚ねえ野郎。ああ借りてねえよ。金置いてっただけじゃんかよ。だからなんだよ、この野郎。今更返せかよ。じゃあいいよ、取りこいよ、この野郎。 借りてねえよ、店に封筒で、俺に渡しただけじゃねえかよ。通り来いよ、この野郎。てめえの面ここの家で晒してやっからやおい。あやってみろよ、この野郎。こっちはもう全部腹くくってんだからな、めてめえが何言おうが関係ねえんだよ。おい。 貸してくださいなんて言ったことねえから。うぐっちゃんは借りてるよ、俺。ぐっちゃん貸してくれって。うん、頼むわ、って。借用書も巻いてるよ。ちゃんとぐっちゃんとこに送り返してんな、ぐっちゃんな。あぐっちゃんとはお前それは金が入ったら返すことになってるから。 関係ねえんだよ。お前ら入るの関係ねえだろ。1ミリも触ってねえ癖しやがって。あちょっとでも俺に金貸したやつが文句言うんだったら話は別だぜ。お前ら関係ねえだろよ。おい。クソがやおい。ん ?1 円貸してやろうかいらねえわ。自販機の下ぐらいに落っこってんだろ、1円玉ぐらい。バカがやいらねえわ。 てめに借りるぐらいだったら。ああその辺で、な。しゃがんで、一円ください、一円ください、やってやるわ、俺。ああ、そんなの余裕だから、俺。できるで。ああクソがえもっと攻めてこいよ、お前ら。弱いなぁ。攻め方が弱すぎる。うん。 やってみろよこの野郎。ああ。ダリルありがとうマード決まったダリルありがとう。これからも頼むぜ関東佐野グループでダリルよ。な ダリルってガキなの全然ガキじゃないよ。おうん。何今度ダリルを叩く側にもあったんだ。佐野叩いてもしょうがねえからって。ダリル心折れんなよ。関係ねえから、こんなバカどもの言、ね、うことで。いちいちよ、聞くなよ。こんなバカどもよ。こいつら俺のこと攻めきれねえから、方向性変えようとしてるだけだから。おうん。ざま見ろ、バカ。あん 做来呀。